レスは1995年制作のアメリカ合衆国の青春コメディ映画。ジェーン・オースティン原作の小説、エマを現代風に本案したもの。タイトルの意味はダサいこと。主演のアリシア・シルバーストーンは1996年の第5回 MTV ムービーアワードで演技賞を受賞した。ルシャス・ジャクソン・ザマフス。 スモーキング、ポープスなど、オルタナティブロックのヒット曲が、前編に、フィーチャーされている。後にテレビシリーズ化された。弁護士の父と二人暮らしの美少女シェールは、ファッション、エステ、デート、パーティーに興味を持つ、女子高生。彼女の趣味は、校内のセンスの悪い誰かを変身させることだった。元木系の女子は、そんな彼女を密かに愛し、また心配していた。 シェールの父と助手の母はかつてお互いの子を連れて再婚していたが、その後離婚していた。にもかかわらず、彼女のことが気がかりだった。一方、シェールはクールな転校生クリスチャンに夢中になるが、彼がゲーで女の子には興味がないことがわかり、ショックを受ける。さらに、追い打ちをかけるように、自分が変身させた女生徒隊が、自分に代わって人気者になり、 おまけに運転免許の試験も不合格になってしまう。ここでシェールは初めて自分の力量の小ささ、見識の狭さに気づき、これからはいろいろと学び、行動することを決意する。そして自分が本当に探し求めていた相手は身近にいた助手であることに気づくのだった。ありがとうございます。